おはようございます。5月11日、朝の3時40分ですね。まだ朝と言いますか、深夜でございます。夜も明けてないんですけども、まあ、今回もね、講義付きで、えー、相場解説の方をお届けしたいと思います。まあ、今週に入って結構私細かいペースで FX の更新してると思いますけども、これはね、展開が変わりやすいから、どん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 補足の動画を上げてるんですよね。で、私のコンサルってのはこのペースで行っているんで、私の直接コンサルを受けてる方は強いんですよ。 それこそね、一発10万、20万みたいな利益を私上げてるところをお見せしますけども、あれと同じペースで私のコンサルを受けてる方も利益を上げてますんでね、ものすごく儲かっているということが言えます。ただし、元金がそこそこないと、私のコンサルをいくら受けてもね、うん、あの利益が十分取れないってことになりますので、コンサル費用負けしちゃうんですよ、ね。ですんで、その辺はね、もう自分が証券口座に5000円しか入れられませんとか、 一万しか入れられませんみたいな方は、ちょっと朝知のコンサルをね、やっぱこう、数万とかでチープなものを売ってるわけではありませんので、やっぱりみっちりやりますんでね、そこそこの金額になってきますので、私のコンサル費用を取り戻せる方というふうに私が判断した、もしくはご本人がそれでいいよっていうふうに、もう納得されてる方に関しましては、私のコンサルをお届けして、みっちりと指導して買っていただきます。本当にね、金額がちゃんと詰めれば、 1>, 1ロットとかで勝負できればね、まあ、少なくとも0.5ロットとかで勝負できるような地盤、資金力を蓄えていただければ、具体的には30万だか50万が証券口座に入るっていう形でしたらね、まあ多分そんな、あのー、私のこのペースだったらね、あっという間に、本当にあっという間に、FX ェを味方につけることができるんだと思います。さあ、それでね、まあそういったあの前置きはよしとして、今回ですけども、高根県に入ったけども、動きがちょっとね、 鈍化ししてきましたその辺のメカニズムをお話していきますじゃあ画面を切り替えてお話していきますここからが本題ですはい冷やしなんですけども毎回毎回お話してますけどもねずーっとこの、えー、レンジから抜け出してブレイクして上昇してきましたこの上昇幅が大きかったんですけども押し目を作って次の上昇幅っていうのはこれに比べるとちょっとちっちゃくなってるわけですよねでもう一回押し目を作って上昇した時のその上昇幅はさらにちっちゃくなってるでしょ こういった形で、あの、上昇トレンドに入ってもね、押し目を作るたんびに、基本的には、いい、この勢いっていうのは失われていきつつ、で、最後には横ばいみたいな形になっちゃうんですよ。で、ダブルトップを作ったりとか、ヘッドショルダーを作ったりとかして、下落が始まるよっていうのが、よくあるパターンなんですよね。ですんで、これ上昇すればするほど、高値圏に入れば入るほど、今度はですね、あの、下落するリスクをずっと抱えていくんですよ。 ま、重いものを持ち上げたらね、どっかで限界点が来て、腕が疲れて、ボーンと物が落ちちゃうみたいな感じです。で、テクニカルってのは、こういうところも、ちゃんと上昇トレンドの中で利益を取りながら、ロスカットを食らってね、それから、あ、下落に転じるんだな、身体感だな、というふうに気づいていくことが大切なんですよね。まあ、ですんで、細かく追加、あの、相場解説をお送りするのには、そのタイミングを失わないようにしていただくためでもあるんですよね。じゃあ次、4時間見てみましょう。 だって4時間を見てみますと、今度はね、下の方から上がってきてるんですけども、今度ね、上げ幅がほら、もうちょっと失われてきて、この辺りでもうダブルトップみたいになってるわけですよ。ね、台形みたいにね。だからこれは横ばいに入ったっていうような解釈を渡してしますけども、横ばいってことは今度ブレイクするわけですよ。で、ブレイクが新しく上昇の展開を見せる可能性もありますよ。そうすると、上げ幅ってのはまた大きくなりますけどもね。でも逆に、こうなってくると、下落の可能性も出てくるわけですよ。 それをよく表しているのが、1時間です。これが1時間軸なんですけども、お話したように、ここにレンジがありますよね。で、これをグーッと横に伸ばすと、このレンジがそのままゾーンになるわけですよ。そして高根県でできたこれがヘッドショルダーになってきてるよねってことなんですよね。ヘッドショルダーになってきてるでしょこういうふうに。もしくはね、この山を2つで1個の山って見る、見なすこともあるんですよ。 この二つの山一個で、一個の山だよねって。ということは、ここもね、もう一個ぐらい山を作って、こういう形か、こういう形か。で、これをもう一個のヘッドショルダーのショルダーとして、下落を始めるかもしれないんですよね。その場合は、このゾーンを抜けて下の方に行きますんで、この辺りでエントリーすればいいってことになると思いますよ。で、この形を見ていくことが大事です。さらにもう一個あります。左右対称っていうのがよく出ますけども、左右対称まで行かなくても、レンジをしばらく、うろうろしながら、 下に抜けるもしくは上に抜けるってこともこれからね予想できる動きの代表例でございますということですね講義は大体こんなところでございますはいいかがだったでしょうかずーっと高値圏に来たってことは下落のリスクをずーっと抱えてるってことなんですよねでもここら辺で反転するんじゃないかなっていうふうないわゆる、ね、小賢しい予測を立てるんじゃなくて上昇トレンドに今ね真っ向入ってるわけですから上昇でロスカットを食らうまで倍倍倍で押したらいいと思いますよ あくまでもロスカットを食らってから、あ、頭冷やさないとなっていうふうにするぐらいのペースでないと利益を最大化できないんですよ。ビビって様子を見ようかなとかね、この辺でなんか下落に転じるんじゃないかなみたいな勝手な判断入れちゃうと、じゃあですね、えー、円もいくらもないところで上昇トレンドなのにうまいふりしてセルの方に入れたらどうなるかってことなんですよ。これはですね、それでうまくいく場合もありますけども、ロスカットのリスクを自ら高めにいってるもんなんですよ。上昇トレンドの時はとにかく ロスカットを食らうまで上昇で入れていく。ね。どうしても怖いんだったらロット落としてでも上昇に入れていく。この繰り返しによって経験や感が養われていきますから、ビビらずに進んでくださいね。というのが今回のマインドセットでした。えー、短い動画ですけども、かなりいい内容になってますんで、繰り返しこれはね、見ていただきたいと思います。えー、それでは本日は以上です。いってらっしゃい。